Hey everyone, welcome to Denver Senpai channel. Yo, I'm Sabina. My name is Alex. And today watching 7th episode of the first season of Overlord. Lord Ainz and group of some side characters are proceeding the completion of some side quest that he picked up in some village. Yes, and this episode they might meet Clementine because she's very interested in that very talented pharmacist dude. And I want to remind you that we have a Patreon channel, so if you're interested in early access, full uncut reactions, please join us there. Link in the description. Let's get it started. Yay!失敗だ。モモンさん、昨晩は本当にすみませんでした。アンデッドの肉体になり、精神が変貌していてもこれか。ああ、こんだけ見晴らしがいい場所なんだし、隊列を組む必要もなかったかもな。ドラゴンが突然襲撃を仕掛けてくるかもしれませんし。 Not only dragon. 天変地異を自在に操るドラゴンがいたという伝承があるんです。 It will be a good test. その天変地異を操るドラゴンの名前はご存知ですか? あ、名前までは町に帰ったら調べてみます。 ええ、 ニニャさん、お願いできますか? わかりました、モモンさん。 ドラゴンはユグドラシルでも最強の種族。 あれ、変だな。 どうしました? あんな頑丈そうな柵 前はなかったんですけど。 They're protecting themselves from something. Oh, goblins. Maybe goblins are protecting themselves. あれはゴブリンじゃねえか。 I feel bad for goblins for some reason. They're just living their life. Humans came, started to kill them. あの兄さん方。 戦闘はできるだけ避けたい。ねえ、yeah, they're good guys。あんたからちっとまずい雰囲気ってのバリバリ感じるぜ。ゴブリンさん、どうしたの？お、姉さん。うん。エンリー。フィリア。Is that the girl that he was talking about? いや、はりあの時私たちの部屋で召喚された goblin たちか。しかし。Oh, it's the same. She's a boss of gremlins. She summoned them. I mean, goblins, not gremlins. つらかっただろうな。エンディ、僕と結婚、あ、何？どうしたの？あ、もし困ってることがあったら言ってよ。ありがとう。本当にフィーレは私にはもったいない。あ、いや、いいんだよ。長い付き合いだしね。それより、あのゴブリンは何？ 村を助けてくれたアインズールゴーン様が置いていかれたアイテムを使ったら出てきたの。そうなんだ。あ、その、アインズールゴーンってどんな人なの？もう一度会って。あ、で、どうしたいんだい？Oh my。なんか、こう、特徴とかあれば思い当たる人がいるかもしれないけど。魔法がすごかったよ。雷がバリバリって走ったと思ったら。Right, he's wearing another mask, so she doesn't recognize him. 第3位界は 常人が到達できる最高位の魔法だから。やっぱり幸運様はすごいお方なんだ。それだけじゃないんだよ。真っ赤なポーションをくれて怪我をした私を助けてくれたの。おや。あとは真っ黒な鎧の女選手をお供に連れていたわ。名前は確かアルペドって。アルペド。オッケー。そうか。じゃあアインズウルゴ。いや、ひがれて。 英雄の中の英雄じゃないか。そんな人に僕はこそこそと近づき、ポーションの秘密を探ろうと。So is that the main goal of him? To find out more about him? Yeah, looks like it. 確かに驚くべき技術はない。しかしあそこにいるのは10日ほど前までは弓など使ったことのなかった者たち。そんな者たちが連れ合いを、子供を、親を殺され、 That's nice, they training. Actually, he does. モモンさんはアインズウルゴーンさんなのでしょうか。ありがとうございました、ゴーンさん。この村を救ってくださって。Okay, going well so far. 僕の好きな人を助けてくれて。ありがとうございました。それと、 実は隠していたことがあるんです。ナーベ、少し外してくれないか。
かしこまりました。ゴムンさんが宿屋で女性に渡された赤いポーションは通常の方法では作れない非常に希少なものなんです。だからそんなポーションを持つ人物がどんな方なのか。なるほど。申し訳ありません。ん？別に悪いことではないだろう。今回の依頼はコネクション作りの一環ということだろ。何が問題なんだ。それに仮にポーションの作り方を知った場合、それを君はどのように使う。 He seems to be a good guy. He'll use it for good. Yeah. 悪用する意図があったのならともかく、そうでないのであれば問題ない。すごいですね。やはりエンリが憧れるだけの。今の私はモモンという一階の冒険者だ。それを忘れないでくれれば嬉しいな。はい、多分そうなんだろうなと思っていました。アインズ様、申し訳ありませんでした。そうだな、お前がアルベドの名前を出したせいだな。この命で謝罪を。 Oh, the sexual truth. Oh my god. She took it super seriously. お前のミスをすべて許そう、ナーベラルガンマ。 Oh, that's your full name. では、ここから森に入りますので警護をよろしくお願いします。あの、モモンさん、森の剣王が現れたら殺さずに追い払ってくださいませんか。 Wise King of the Forest。 これまでカルネ村がモンスターに襲われなかったのは森の剣王がこの辺りを縄張りとしていたからです。 Interesting。 了解しました。あ、相手は何百年も生きてる伝説の魔獣だぞ。ナーベがアラームに似た魔法を使えるので二人で周囲を一回りしていきたいのですが、この辺りで良いな。さあ、私の名を高めるための打ち合わせと行こうじゃないか。はい。ということで私が来ました。アウラ様、驚かさないでください。ごめんね。一体いつから？アインズ様とナーベラルが森に入った時からだよ。ということで私が森の剣王なる魔獣を発見し、アインズ様にけしかければいいんですね。よし、ではアウラ任せるぞ。I'm curious what type of creature this wise king of forest could be. Anything.彼らが町でモモンという冒険者の偉業を広めてくれた。 It's 500 years and it's legendary. オーガを一撃で両断したというのと。なるほど。何？心配で見に来たの？こらこら、アインズ様の後ろに隠れてないんだからダメだって。She. Right, some dangerous cave.欲しかったけど、アインズ様の命令じゃ仕方ないよね。お仕事完了。 Okay. I don't think it's a wise king. I think it's some monster that live in there. Oh, yeah, maybe. 森の剣王でしょうか。 Oh, it could be wise king. あとは私たちに任せてください。お願いします。頼みましたぞ。ええ、早く森の外へ。お客様のご登場だ。 Seems huge. Yeah. And fast. And strong. But not strong enough to kill Lord Tynes. それがしの衝撃を完全に防ぐとは見事でござる。それよりも姿を見せないのは自信がないのか、それとも恥ずかしがり屋さんかな。言うではござらぬか。ではそれなしの異様に瞳目し威風するがよい。Show yourself. Oh. Look at that monster. What type of giant beaver is that? お前の種族名はジャンガリアンハムスターとは言わないか。おーにょー。なんと、もしやそなた、それがしの種族を知っているでござるか。かつての仲間がお前によく似た動物を飼っていた。なんと、もし同族がいるのであれば教えてほしいでござる。I guess they don't need to fight, they can just talk. Oh my god, he's so cute. 残念でござる。すまんな。森の剣王なんて。名前だから。What did you expect? 期待したのに。それがしの支配する領地に侵入せし者よ。
それがしの糧となるでござる。 It's pretty terrifying. 外れだ。完全に外れだ。 He's disappointed. さあ、それがしと本気で戦うでござるよ。命の奪い合いでござる。もうやめだ。スキル絶望のオーラレベル1。 Level 1 is enough. How this creature fighting the rest of the enemies of the village? ご安心ください。私の支配下に入っておりますので、決して暴れたりすることはありません。殿のおっしゃる通りでござる。Oh, he tamed him. すごい。なんて立派な魔獣なんだ。は？強大な力と英知を感じるのである。強大な力？英知？鍋はどう思う？強さは別として、力を感じさせる瞳をしていますね。バカな。この魔獣を連れ出した場合、縄張りがなくなったことによって、Yeah, they might。その可能性はあるでござろうな。でしたら、モモさん、僕をあなたのチームに入れてくれま。With your talent, why not? Mm-hmm. He's pretty valuable. 薬学に関しては少しは自信がありますし、荷物運びでも何でもします。だからお願いです。つまり、マジックキャスターとして強くなりたいということでしょうか。はい。What's so funny? いや、すまない。Maybe he remembering himself. 君を私のチームに加えることはできない。そうですか。Maybe later. しかし、この村を守るということに関しては、少しばかり力を貸すとしよう。もしかしたら、君の協力も。はい。それでは、モモンさん。我々は、一足先にウフィーレアさんのお宅で、荷下ろしを済ませてよ。Oh, the quest is over. 私も組合で魔獣の登録が済み次第向かいます。モモンさんのおかげで大収穫でした。追加報酬を用意して待ってます。収穫はそれがしが協力したおかげでござるな。それでは。なあ、べちゃん、しばしの別れだけど寂しがらないでくれよぜ。ミジンコが踏みつぶします。さっさと行くである。胸を張るべきなんだろうか。これでは。But everybody think that this creature is very scary. どんな羞恥プレイだ。クソ。あ、こいつに名前もつけなきゃいけないんだっけ。ハムスケ。あ、いや、大福もいいか。大福。So Clementine gonna attack when he will not be around. That's smart. じゃあ皆さん、こちらへ運んでもらえますか。わかりました。She's probably already here. And killed his grandma. Hi. おかえりなさい。Very unfortunate timing. Very smart of Clementine. I don't know if she knew what kind of people are surrounding this pharmacist guy during this little adventure, but whatever she thought, she made it smart. Just wait for him until he returns and then take him. That's true. Maybe she wasn't even aware that he was traveling, so it's pretty convenient to just go to the place this guy lives and wait for him. A bit sad that we didn't see her fighting Lord Tynes. I'm pretty sure we're gonna see they fight in the future. But overall, pretty nice episode. I really enjoyed the new character. Daifuku. The wise Lord of Forest. AKA Hamster. He's adorable. I love him. That's very interesting how this world perceiving this kind of creature. For Lord Tynes, he's thinking like, is this some kind of joke? But for people who live in that world, they're looking at that, oh, it's so big, it's so strong. Look at those eyes. Yeah, I see the wisdom. I see the wisdom in those eyes. And when he was walking in the street, everybody was looking at the window and they were scared to see that. I would love to see something like that through my window. And they keep developing something about that red potion. I noticed that the episode when he gave it away, they thought it's different. Yeah, as I understood, this red potion is just like super rare thing. So it's not something like out of the world, but super rare. But yeah, Clementine took our talented pharmacist guy, gonna use him for her dirty game.
But what will be that game? We'll see how it's going to affect all this world, I guess, in the next episode. Thank you for watching this episode with us. Like this video if you like it, subscribe to our channel if you'd like to see our future reactions. Leave a comment below what you think about these episodes. Have you seen this wisdom in the eyes of Lord of the Forest? And see you next one. See ya.